すももの缶詰さん、観測しえない推しの未来が幸せでありますように。すももは、推しマークがノートパソコン、青いハートですね。観測しえない推しの未来。多分、幸せに生きると思う。幸せに生きれないんだったら、卒業すなと思う。叶いますように。ベダの時も、霞の時も、前住みの時も、引き止めさせてもらうタイミングは何回かあったんですけど、新しい未来の方が本人にとって幸あるものになるなって思いながら腹をくくるので、いつもなんて言うんだろうな、本人が自分がその方が幸せになると思って決めた道ゆえに多分大丈夫だと思う。そこは信じてあげてほしい、本人の選択を。寂しいけどね、もちろん寂しいけどね。まだもっと一緒にいろいろやりたかったよ、やだよ寂しいよって言って、俺はいつもダダをこねるんですけど、うん、まあ大丈夫、信じてあげて。うん。鈴木くんが笑顔で健康に過ごせますように。これ俺か、俺か、笑顔で健康に過ごします。 Thank you。鈴木くん呼び、久々にされてちょっとドキッとした。鈴木呼びをしてくるのは出雲かすみしかいないのでびっくりしちゃった。俺です。でもね、当の本人のね、かすみはね、こないだ用事あって LINE してたら、まさるくんって呼んできて、え、あれ、かすみって俺のこと鈴木くん呼びじゃなかったっけ、え、まさるったら、最近直接会話する機会が減りすぎて、普通に2時3時のファンしてるから、リスナー目線で呼んじゃったって言ってた。あいつ、普通にリスナーに溶け込んでいる。まさるくん指映っちゃったって言ってた。そうだ、わらべだにさ、貸してたさ、Wii U が帰ってきてさ、一緒にご飯食べて、そのままうち来て、VR やってみたいって言ってたから、うちの VR 機材をね、貸してあげて一緒に遊んだんすよ。こないだ。前に遊びに来た時にはなかったんだけど、気づいたんだね。俺がさ、ベッドのさ、角っちょ。うちのパイプベッドのさ、角にさ、しょっちゅう足ぶつけるから、ぶつかっても痛くないように、肉球の角ガードみたいなやつ貼ったんだよ。あれさ、貼ってたのに、わらべた気づいてさ、え、猫ちゃんだ、え、これもしかして、え、ぶつけないようにってこと、お見通しだった。うん、そうだよ、俺ここにぶつかるから、ぶつかっても痛くないように貼ったんだ。へえ、こんなのあるんだ、待って、うん、いやー、バレましたね。で、前なかったことによう気づいたなと思って。うん。そんなこともありました。